すごい効いた。皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、誰でも簡単にスクワットのフォームが良くなるかかと上げグッドモーニングスクワットを紹介していきます。スクワットの際にかかとに何か物を置いて上がった状態でスクワットをするとフォームが作りやすいよって聞いたことありませんか？実はかかとが上がった状態で行う方が簡単にスクワットのフォームが良くなるんです。足が太くなりやすいなとか、足細くしたいな、代謝上げたいな、痩せにくいよって方は今回のメニューがおすすめなんです。今回はスクワットに加えてグッドモーニングと言って、上半身を前に倒して持ち上げる、痩せ筋とも言われている背中をしっかり使いながらスクワットができるので、とっておきのメニューになっています。30秒3セットやるだけです。そして今回は間食、皆さんやってると思います。間食におすすめなのがででん、これなんです。これはコンビニに売ってるチキンバーを4本ほど指で潰してトースターで焼いたらこうなります。ちょっと満足感をプラスするためにミックスナッツを入れてます。このミックスナッツは食塩油不使用のものになってます。これを間食として使うだけでめちゃくちゃ満足感が上がります。ちなみにこの焼き加減、カリッカリになるまで焼きます。うん、音が聞こえますでしょうか。噛めば噛むほど味が出る、しかもカリッカリ、カロリー少ないのにタンパク質たっぷり、これをね痩せたいよと思ってる方にはぜひチャレンジしてみてください。それではスクワットに入ります。いきなりやっちゃうと膝に舐めることがあるので、まずは30秒間膝を回していきましょう。スタート。中腰で膝をいろんな方向に動かしてください。この後にスクワットに入っていきます。もも裏も結構ね、今からのメニューは使えるんで、反り腰の方にもおすすめです。はい、 OK。 それでは肩幅に広げます。かかとを上げます。前かがみになりながらお尻を突き出します。で、上がってかかとを下ろす。これを繰り返していきます。できるだけ前かがみになった方がいいです。それではいきます。スタート。しっかり降りて上がったらかかとを下ろす。ペースはこのくらい、ゆっくりな方がいいです。はい、OK。 ちょっと足の疲れを取りましょう。これをもう2回やっていきましょう。普通のスクワットよりフォームが簡単ですよね。それでは2回目いきましょう。かかと上げていきます。スタート。この膝がね、立つ時に内股になりやすい人多いので、しっかり膝をね開いたままお尻を出して、しっかり引っ込めて、頑張って OK です。また足をちょっと振ってください。早い方がね、回数がたくさんできていいように思いますが、ゆっくりの方はちゃんと効いてますので安心してください。さあ、ラストいきましょう。いきます。スタート。しっかり前かがみです。前かがみになることで立つ際にね、背中を使えます。かかと上げるだけでね、フォームがすごく簡単になりますよね。OK。最後は膝を曲げずに前かがみになったら上がりましょう。背中が丸まらないように、腰から肩までまっすぐのまま前かがみになったら上がります。ストレッチしましょう。いきます。スタート。ただ前かがみになるだけです。腰が丸くならないように胸張ったままです。ももの裏が伸びてればバッチリです。
はい、OK。お疲れ様でした。今回のかかとを上げた状態のスクワットグッドモーニング、頑張ってやってやった方はグッドボタンやコメントで感想を教えてください。これに関しても感想を良かったらください。ご視聴ありがとうございました。